それ贅沢いかないよ。スワローズで作りたいな、頑張りたいな、誰でもいいから言える。でもとりあえず新成人の皆さん、おめでとうございます。最高の賞の清水隼人です。新しい年の幕開けとともに成人式を迎えられました。13,107人の皆さんに対し、心からお祝いを申し上げます。申し上げるまでもなく、成人になるということは法律的にも社会の一部としてさまざまな権利、義務が与えられると同時に、独立した個人として社会に責任ある行動、社会での役割を期待されています。ちょうど20歳の頃、私は司馬遼太郎さんが描いた龍馬が僕を愛読していました。幕末は坂本龍馬や吉田松陰など魅力的な人材が多数生み出されました。閉塞感が漂う苦しい時代であったからこそ、若い人たちが日本や社会の状況を憂い、自らの手で新しい時代を切り開いていたのです。司馬遼太郎さんの小説には志という言葉が読み出ています。辞書で調べますと、志とは心に決めた目標、目的、信念、相手を思う気持ちと書かれています。志は今さえよければ、自分さえよければということではありません。未来のために、愛する人のために、ふるさとのために、日本や世界のためにという思いを持った夢や目標と言えるでしょう。私は成人式を迎えた時に、生まれて初めて海外へ行きました。行き先はタイの難民キャンプ。当時、インドシナ暗号や、インドシナ暗号での内戦や、紛争により逃れてきた難民問題が、マスコミなどで取り上げられていました。当時、GNP 世界第2の経済大国日本、お金を出すが、人のために汗をかかない、国際社会で批判されていた時でもあります。私はその2年前、高校3年生の時にベトナム戦争を取材していたフリーのカメラマンで、戦争の悲惨さなどの話を聞き、大きな衝撃を受けました。それまでの私は自分のことや家族のことに悩み、生きる希望も夢も持っていませんでした。でもその出会いがきっかけとなり、私は世界中には苦しんでいる人、困っている人がたくさんいる。その人のために何か役に立ちたい、そんな思いを持つようになり、タイの難民キャンプに行こうと決めました。大学に入ってすぐ約1年かけて大学に通いながら、深夜に工場でアルバイトにお金をもらいました。そのお金でタイにボランティアとして難民キャンプで働かせてもらいました。戦乱から逃れてきた人々から、その悲しみを苦しみ、そして一緒に汗を流しました。彼らのために、どれだけ立つことができたのかわかりません。でも、その経験や出会いが、私のその後の人生に大きな影響を与えました。地球上から戦争の上を託したい、それが、今も変わらない私の存在の現実であります。6年前の3月11日、東日本の大震災が起きます。愛する家族や友人が、自分たちが住んでいる故郷が一瞬にして失われてしまった被災者の皆さんのことを考え、楽しいか胸が痛みます。東日本大震災、その時、
皆さんは14歳、中学校2年生、どんなことを感じ、何を考えたでしょうか。でも1時に全部終わるから。この埼玉スーパーアリーナは、その東日本大震災の時、北の困難者となった約5000人の方々が避難をした場所です。双葉町をはじめ、東日本大震災の地震や津波、原発事故などによって被災された約3000人の福島の皆さんが避難をした場所です。また避難した人たちのために何かお手伝いをしようと、日本中から多くのボランティアが集まり働いてくださった場所です。今日この場所で皆さんのことを成人式のお祝いをさせていただいています。どうか皆さんの心の片隅に置いておいていただきたいと思います。今日この成人式のために新成人の実行委員会をはじめ、新成人の皆さんが社会貢献活動に取り組んでおります。今年皆さんが社会貢献として取り組んでくれたことは、埼玉市が今取り組んでいます目指せ日本一桜咲く犬間観光プロジェクトに、新成人の皆さんで犬間マンボに桜の苗木を植樹しようという提案をしています。ふるさとである埼玉市の思い、桜の植樹を呼びかけてくれたことを大変嬉しく思います。新成人の皆さんが自分たちが今何ができるかを考えて行動した、この年の大事だと思います。今回も皆さんが植樹をする桜は やがて皆さんの見沼さんの埼玉市の大事にしっかりと根を張り、毎年美しい花を咲かせ、たくさんの市民や訪れる方々に夢と希望を与えてくれるでしょう。アンパンマンの作者でもあり、本市の観光大使、うなこちゃんの身の親、柳瀬隆さんが94歳で3年前に亡くなりました。何のために生まれて、何をして生きるのか、これはアンパンマンのテーマソングである、僕の人生のテーマソングであると柳瀬さんは生前お話をされていたそうです。皆さんはこの問いにどう答えるでしょうか。皆さんの人生はこれからさまざまな困難が待っています。今の自分の将来のこと、家族のこと、友人のこと、いらないことに悩み苦しんでいる人もいるでしょう。夢が見つからないという方もいらっしゃるかもしれません。大きな壁にぶつかって、おがえない人がいるかもしれません。どうか皆さん、さまざまな障害、悲しみや苦しみを乗り越えて、大きな夢を、志を抱いて、これからの掛け合いのない、皆さん自身の人生を、命を大切に生きてほしいと思います。皆さんの周りには、皆さんのことを宝物のように大切に思い支えてくれた人たちがたくさんいるということをどうか忘れないでほしいと思います。ちょっとピンクはね、やばい。世界、日本、埼玉市、そして見たことある皆さん自身の未来はあれだよ、ね、今まさに皆さんの手の中にあります。皆さんが生まれ育ったこの埼玉市が一回動画で皆さんに何をしてくれるのかというのは、皆さんがこの埼玉市のために何ができるのか、これからジャグラーのやつしか見ないから、この埼玉市をどのようにしていきたいのか、どんなことができるのかぜひ考えてほしいと思います。これ、あ、これ来たの。私はこの埼玉市を夢の希望にあふれた街、夢の街にしたい。どんなに厳しい環境にあっても夢を持ち
自ら道を切り開き、ひたむきに生きている子供たち、若者を育てている都市に行きたい、そして夢や目標のためでチャレンジしている子供たちや若者を応援し、支え、温かく住んでいる里でありたい。住んでいる皆さんが幸せになり、絆で結ばれ、そして住んでいることを誇りに思える街にしたい。皆さん、そんな埼玉市をこれから一緒に作っていきましょう。志を持って生きよう。これが成人式にあたっての私からの皆さんへのメッセージです。娘に堀奇跡を頂きました。朝早くから雨の日も風の日も寒い日も暑い日も交差点に立ってくださったり、防犯をパトロールしてくださったり、これまで新成人を子供の頃から温かく見守り、そして支えてくださいました。地域の皆さんも今日は参加してくださっています。本当にありがとうございました。これから感謝申し上げます。どんな時も子供たちに寄り添い、育み、一緒に歩んできた保護者の皆さん、本当におめでとうございました。そして新成人の皆さん、皆さんの輝かしい未来をお祈りし、私からの祝辞をさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。充電なくなった。